はい、それでは今回はこちら科学的に正しい成功法についてお話していきたいと思います。で、今回の内容は過去に YouTube で放送した内容をガッと圧縮してエッセンスの部分だけ抜き出したものになります。なので、まあ、深く知りたい場合はそちらの YouTube 動画の方を見ていただければ幸いになります。じゃあ始めていきましょう。はい、こちらのおすすめ書籍として、まあ、今回参考にする本はこちらのギブ&テイクという、アダム・グラントさんが出した本です。アダム・グラントは、社会心理学者の教授で、まあ、なんですかね、若いうちに終身名誉教授っていう、まあ、すごい偉い、なんですかね、まあ、成果を出した人になります。で、まあ、面白いのが社会心理学っていう、要は組織の中でどううまくやっていくかみたいな話を考えているっていうのがこのアダム・グラントになります。で、まあ、今回の内容っていうのは、まあ、一応、その前提知識があって、前提知識としては、昔、その、なんですかね、まあ、海外、特にアメリカですけど、アメリカでは、こう、競争社会で、こう、まあ、他人を押しのけて、トップに上り出るんだと、その、競争社会の中もみくちゃにされて、生き抜いたやつこそが正義だ、みたいな考え方だったんですね。だから、まあ、みんなで争って、まあ、なんか切磋琢磨して良くなっていくといえば響きはいいんですけど、ただ蹴落とし合うという状況にもなっていたと。いわゆる一言で言うとマキャベリズムってやつです。マキャベリズムって要は、まあ、自分のことだけ考えて他人は押しのけて進んでいくというような考え方になります。で、それに対して、そんな、まあ、競争社会って本当に正しいのと。みんなでそんな、なんか足の引っ張り合いして本当に正しいっていう疑問を問いかけたのがこのアダム・グラント。で、実際に大規模調査をして、まあ、たくさん調査をして、そう見ていくうちに、実際そのマキャベリズムっていう、その、なんですかね、競争で、蹴落とし合いっていうのは正しくないんじゃないのっていうのが、まあ、実際の研究結果から出てきたっていうのが、このギブ&テイクという本になります。なので、まあ、非常に、その、なんですかね、まあ、考え方が大きく覆された内容になるので、まあ、それも含めてこの本面白いので、ぜひ読んでいただければと思うんですけど、ただ、まあ、ちょっと分厚くて読みづらいということで、今回解説していきます。まあ、内容がざっくりで頭に入れておくと、まあ、実際に読むときも分かりやすいと思うので、そういった意味でも最後まで見ていただければ幸いです。ということで、まあ、前提知識として、マキャベリズムがあって、それの、まあ、カウンターカルチャーというか、カウンターとして、こういったギブアンドテイクという本が出てきましたよという話でした。で、マキャベリズムに関しては、こちらの権力を握る人の法則っていうのが一番分かりやすい、まあ、有名な本になります。これ要は、これまあ、何ですかね、出世していく人ってどんな傾向があるのっていうのを調べたのはこの権力を握る人の法則になります。これは、要は、まあ、権力握る人、要はその何ですかね、出世をこう上がっていく人って必ずしも能力が高いわけではないということが分かってます。で、まあ、じゃあ何が違うのってなってくると、その、例えば、実際の重役の社長の近くにいた人とか、要は働いてるところが社長と近くて、要は顔見知りになりやすいとか、そういった、なんていうか、まあ、いわゆる、なんか、仕事じゃない、そういった、なんか、顔を立てるとか、そういった面っていう部分が結構効いてるよねっていうのが実際にデータとして現れてきたっていう、なんとも、もやもやする結果ではあるんですけど、それが、まあ、マキャベリズム的に分かったのは、この権力を握る人の法則になります。まあ、現実としては信じたくないけど、ちゃんと知っていく、現実をちゃんと見ておくっていうのは非常に重要なことになります。で、最後は科学的な適色という、まあ、これ、ちょっとまあ、路線外れて、まあ、なんか、成り上がるというよりは、どんな仕事が一番幸せになれるのとか、まあ、転職ってどうやって考えたらいいのみたいな話をしてくれるのは、この科学的な適色になります。なので、でまあ、なんですかね、自分ごととして、なんかツールとして使いたいなっていうのは、科学的な適色非常に有用なので、ぜひ、まあ、こちらも、なんですかね、まあ、いろいろ、まあ、こうやって、まあ、一つの会社に成り上がっていくっていうのも非常に重要なんですけど、それ以外にも自分の立場を変えれる立場になると、やっぱり独立、まあ、自立感っていうのが出てきて、非常にメンタル的にも安定するし、あと、まあ、なんですかね、会社に依存しない生活になるので、そういった部分も含めて転職もできるような状態にしておく。必ずしも転職する必要はないんだけど、できるっていう可能性を残しておく意味でも、科学的な適職を読んでおくといいかなと思います。ということで、まあ、そういった話の中でも今回はこちらのギブアンドテイクという、まあ、どうやったら出世していくのっていう話になります。まあ、多くの人は、独立じゃなくて、サラリーマンであると思いますので、まあ、学生の方も多くの人は就職活動をしてサラリーマンになっていくということを考えると、まあ、組織の中でどう登っていくかっていうのは非常に重要です。で、その中でも、じゃあどうやった人が、成功するのっていう話をした時は、まあ、このギブアンドテイクのギバーの話ですね。
で、まあ、大前提として、まずギバーとテイカーとかっていう、まあ、そういったジャンルを作って成功する人を見ていくわけです。で、ギバーとかテイカーって何っていう話ですね。世の中には3つの人間がいます。1つ目、テイカー。それがさっき言ったようなマキャベリズムです。他人を蹴落として他人の成果をたくさん奪っていって、あたかも自分の成果のように見せると。そしたら、自分がめちゃめちゃ仕事できる人に見えますよね。実際にはそんな能力ないけど、やっぱりこう見せ具合って大事だよねっていうのが、まあ、定価の考え方ですね。他人の成果を奪う。でも結局最終的に成果出たからいいじゃん。で、結局出世してハッピーっていうのが、まあ、マキャベリズム的な。他人と、まあ、しっかり、争って、ゴンゴン、まあ、切磋琢磨していくというのが定価です。で、2つ目が抹茶です。この抹茶の比率が一番高いと言われてます。抹茶は何かというと、ギバーとテイカーの間になります。で、先にギバーを理解しておきましょう。ギバーとは何かというと、人によく与える人になります。ここに書いているように、人に与える人っていうのがギバーです。例えば何かというと、お菓子とか持ってたら1つ半分誰かにあげるとか、別に何でもないし、もう無償であげるよみたいなとか、例えば知識もそうですよね。何か教えてあげる。対価として何かもらえるよって言われた時も、あ、全然いいよと。対価なしで全然教えてあげるよっていうのがギバーのよくやる行動になります。なので、ありがとうございます。で、ギバーが、まあ、要は人に与える。対価が人から奪うっていうことで、まあ、真逆にいるということがわかると思います。じゃあ、抹茶は何かっていうと、まあ、与えたはいい。与えるけど、なんかちょっと見返り欲しいなとか。もらいすぎるとちょっと悪いからちょっと返そうかなみたいなのが、抹茶の考え方ですね。抹茶になります。これが一番多いです。基本的に、人はほとんど抹茶と思ってください。で、少数のテイカーとギバーがいるということになります。大体なんか皆さんの周りでも、あ、こいつギバーだな、こいつテイカーだなっていうのは割ともう直感的にもすぐわかると思うんですね。ということで、まあ、皆さん抹茶がほとんどだと思うんですけど、そういった感じで、まあ、もらうと、いわゆる無料サンプルとかもそうですよね。無料サンプルってなんかもらうと、なんかありがたいし、まあ、向こう得しないじゃないですか。向こう得しないので、サンプルだけもらうのも悪いなと思って、お返しとして商品を買うわけですよ。で、それは要は抹茶的な思考。抹茶の人に対して、これをあげたからこれ返さないとなっていう、その心に取りかけ、訴えかけるような、まあ、売るシステムになってるわけです。なので、まあ、こういった3つの人がいますよと。抹茶が多くて、ギバーとテイカーがちょっと少ないですよぐらいに、まあ、分けて3つの人間がいるということを覚えておきましょう。で、まあ、本題に戻ります。誰が成功するのっていう話ですね。成功する人ってどんな人なのっていう話です。で、結局、分かったのが、このトップギバーが成功への道ですよっていうのが、まあ、一番の結論になります。さっき言ったように、抹茶、テイカー、ギバーがあります。じゃあ、誰が成功するのと。昔の話で言うと、定価が成功しますよね。だってみんなの成果を奪ってるんだから、当然その人が成果多く見えますよね。で、ギバーなんて人にあげてるんだから、人にあげてるってことは、じゃあ損してるじゃんと。損してる分だけ成果が小さく見積もられて、出世しないでしょうというのが、まあ、一番わかりやすいイメージになります。ただ実際は違ったんですね。ただ実際は違ったっていうのが、この研究の一番、この本の一番面白いところで、結局分かったのが、まあ、我々が見ていたのはこの3つなんですよ。ギバー、人に与えるから、貧困になるというか、まあ、貧乏になる、成果が出せないと。で、抹茶っていうのが、まあ、どちらでもないから、まあ、当然中心にいると。で、その上がというか、人の成果を奪っているから、その分だけ、成果を上げていけるということになります。で、ただもっと上に誰がいたのっていうと、もっと上に実はギバーがいたんですね。一番トップに君臨していた成功者の中でトップ、いわゆる、まあ、社長だとか、自分で起業して、上に上っていた人とか、そういった人が持っている、特質が、実はトップギバーと言われるギバーだったんですよ。ということで、今までのマキャベリズムが実はひっくり返るような、もうすべてが、まあ、すべてではないですけど、まあ、ここまでしか我々が見ていたマキャベリズムってこの3つだけだったんだなっていうことが、初めてこの本で分かったわけです。これが、まあ、何よりも、この本で、内容で理解しておきたいところになります。でですよ。じゃあ、この今まで見えてなかったこのトップギバー、どんな人なのっていう話ですね。だってギバーって、まあ、今ボトムギバーとトップギバーっていう分け方してますけど、それって何が違うの？さっき言ったように、あげるだけじゃないの？あげる人なんじゃないの？っていうのがポイントになってきます。で、ここから話していくのが、皆さんがこのトップギバーになるための方法になります。
なので、まあ、皆さんとしては成功したいんだけど、他人の恨みは買いたくないっていうのはもう当たり前の考えだと思います。もし定価で成功していくのであれば、それはそれでいいんですけど、ただ、基本的に定価っていうのは成功した後に必ず落ちていきます。っていうのは、他人の成果を奪い取ってから、まあ、上に行っている以上、恨みを買ってるわけです。例えば自分が、まあ、自分がある程度の地位の社員だとして、周りの社員がたくさんいたとして、その社員の成果をこう奪ったとしますよね。で、例えば管理職になります。で、管理職になったら、管理職になった時に、その成果を奪った人たちって部下についてくるわけですよ。そしたら必ず、ここで、まあ、管理職と部下との間で必ず亀裂が生まれます。なので、そんな感じで、まあ、絶対上がった後に何か不幸な出来事が起きるということで、テイカーでの、出資っていうのは、まあ、数値的にはいい結果が出てるんですけど、結局、後で困るということで、まあ、皆さんはトップギバーを目指してほしいっていうのが、まあ、一番なんですかね、他人の恨みを買わずハッピーハッピーで、要は我々って幸せになりたいわけですので、別に他人の成果を奪って金を稼ぎたいわけではないんですよ。なので、まあ、皆さんがトップギバーになるための方法について今からお話ししたいと思います。はい。で、トップギバー。じゃあトップギバーどんな要素があるのっていう話ですね。まあ、皆さんに気をつけてほしいのは、このトップギバーになるために、じゃあ上げればいいんだろってなってくると、ボトムギバーになっちゃう可能性もあるわけですよ。この違いを理解するっていうのが一番重要になります。なので、まずトップギバーの3つの思考です。トップギバー何が他と違うのっていうところですね。まあ、いわゆるトップギバーとボトムギバーの違いと思ってください。まず1つ目。1つ目は総価値を増やすことに注目するということです。総価値って何かっていうと、自分、いわゆるさっき言ったの定価っていうのは、自分の得を最大限にするっていうことです。他人の成果も自分のものにしてしまえば、自分の成果って大きく見積もれるよねっていうのが、まあ、定価の考え方ですよね。ただ、トップギバーは違います。トップギバーはみんなも含めて得すれば、自分の取り分も増えるよねっていう考え方になります。例えば、何ですかね。まあ、家族内でこういるとしましょう。で、その時に、例えば、まあ、家族の他の人のご飯をこう奪ってしまうと、こう、誰かが損して自分が得するわけですよね。で、それじゃなくて、なんか誰かに料理の方法を教えてもらったら、自分が作れるようになって、みんなが得するよねと。まあ、教えてもらう時間はちょっと無駄にはなるんだけど、それに対してみんなが得するようになれば、ハッピーハッピーだよねっていうのが、まあ、このギバーの考え方で、総価値を増やすことに注目するっていうことです。なので、まあ、要はみんな、まあ、自分が例えば誰かに親切をした時に抹茶だとすれば返ってくるわけですね。で、そんな感じで、まあ、みんなの資産を増やすっていうのを考えていけば、おのずとそのチームごとのし上がっていけると。そしたら、管理職になった時に自分の部下との亀裂も受けにくくなるということになります。っていうのが1つ目です。総価値を増やす。で、2つ目は誰でも一流になれると思うです。っていうのは、まあ、要は何ですかね、これテイカーとギバーの違いの話ですけど、テイカーって何かっていうと、自分がこう偉い人について、で、それで成果を分けてもらうと。で、まあ、引っ張り上げてもらうとか、そういった考え方になります。でも、実際はさっき言ったように、まあ、上の地位になった時に部下が敵対すると非常に動きにくくなるわけですね。でも、ギバーは違います。ギバーは誰でも一流になれると思うっていう考え方があるので、自分の部下とか自分の同僚に対しても親切をするわけです。今投資をしておけば、今この人に何か教えておけば、この人いつか成長した時に自分助けてくれるよな。この人一流になった時にそれで助けてもらえればいいじゃんっていうのでギブするわけですよね。そしたら、誰でも一流になれると思うため、その人にギブする、ギブするってなっていった時に、自分は管理職になるとしましょう。で、その人は別に部下でもいいですし、別なところの管理職になるとしましょう。でも、それはギブ同士でつながっているわけで、その一流の人の技術を分けてもらえることができるわけです。なので、こういった考え方を持っておくと、常につながりを意識しながら、どん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 成長していくことができる。ということで、非常に、ギバーとして重要な項目になります。はい。で、最後、3つ目。代理と思って交渉するです。ギバーの一番の問題として、ギバー、相手の得も考えてしまうがゆえに、交渉が非常に苦手です。交渉するときに、まあ、相手にも家族がいるんだから、ちょっと高い金額で、これを売ってしまうとちょっと悪いなっていう考え方をしてしまうのがギバーの、まあ、ボトムギバー的思考ですね。これがさっき言ったボトムギバーです。要は、みんなのことを気を使うが上に、結局自己犠牲を払ってしまうのがボトムギバーになります。
で、自己犠牲を払わないためにどうすべきかってなると、代理と思うわけです。例えば、自分は家族の代表で交渉しているんだと思うと、相手の見ず知らずの人よりも家族の方が大事なわけですよ。で、家族の取り分を増やすとすれば、交渉せざるを得ないと。いうことになります。なので、自分には味方がいる、自分には仲間がいる、その人たちのために頑張るんだっていう考え方をすれば、自分の取り分を減らそうという自己犠牲の考え方は全くなくなるわけです。で、しかも誰かのために頑張っているっていうのは非常にモチベーションになるっていうことが分かってます。まあ、別の話ですけど、まあ、Google の研究で、まあ、非常にモチベーションを高めるために重要なのは、誰かに貢献しているかどうか、誰かに貢献しているかという考え方、その気持ちっていうのが非常に重要であるということが分かっています。実際にアダム・グラントもエンドユーザーに会えている。エンドユーザーに会うことで、自分が誰に対して頑張っているのか、誰のために頑張っているのかを理解できるから、ぜひエンドユーザーに買ってくださいというふうに言われています。なので、まあ、代理と思って交渉する。自分の仲間や、自分が助けているものは何かということを意識することで、しっかりと向き合う、交渉などにも向き合うことができるというのが、ギバーの3つ目の考え方になります。ということで、ギバーの3つの思考について紹介しました。まあ、大体イメージができてきたかなと思います。で、これで、まあ、ここで終わってもいいんですけど、ここからまあプラスアルファでもうちょっと話していきましょう。3つの行動です。ギバーをするときに一番手っ取り早い行動って何なのっていう話をしていきたいと思います。根本的な思考だけ考えても行動に移すのって結構難しいと思うんですね。そうしたのを増やす。ああ、これとこれどっちがいいかなと思うんですけど、やっぱりちょっと抽象的すぎて、すぐ行動に移せないと。いうことで、すぐに行動に移せるものっていうのを今回紹介していきます。一つ目が、5分の親切をするです。5分の親切。さっき言ったように、ボトムギバーとトップギバーの違いっていうのは、自己犠牲か、自己犠牲じゃないかっていうのが非常に重要になってきます。ボトムギバーはなぜ貧乏になるかというと、自分が犠牲になって誰かのためにお金をあげたり、誰かのために時間を費やしたりっていうことをするわけです。そしたら自分の成果っておのずと目減りしてくるので、そしたらどんどん人にあげてる分だけ損していくということになります。なので、それをしないためにも、限界を設定しておくというわけです。5分の親切であれば、自分の成果はそんなに大きく減らないと。ということで、まあ、5分の親切をやるっていうのがまずポイント。だからまあ、要は、親切っていうのを目減りしないもの。例えば時間で言うと、時間を長く目減りしないもの。例えばお金で言うと、お金はこのぐらいまでにしておく。っていうことを意識しておくと、まあ、トップギバーという、まあ、コミュニケーションも取りつつ、みんなと、ウィンウィンな関係を築いていくことができるようになります。はい。で、まあ、二つ目は、毎日ではなくたまに親切するということです。まあ、自己犠牲にならないためですね。要は、すべて自己犠牲にならないためなんですよ。自己犠牲にならないためには、たまに親切しましょうと。毎日親切してしまうと、相手が慣れてくるわけです。相手が慣れてくると、結局、ギブで、まあ、その、相手とのコネクションの効果もなくなってくるし、相手が、あ、何かしてくれてるなっていう、その、何ですかね、感謝の気持ちもなくなってくるわけです。毎日プレゼントをもらうと、もうそれが習慣化して、もらうのは当然だなと。もらえなくなったらなんでくれないのってなっちゃうのと一緒ですよね。なので、毎日ではなくたまに親切しましょうというのが二つ目。で、最後は、一人で頑張らず、組織化するということです。結局、限界が出てくるわけです。ギバーになってみましょう。そしたらコネクションどんどん増えますね。5分の親切をたくさんみんなにするので、みんなとつながりができてくるわけです。人脈もどんどん増えていくと、30人、20人、30人、40人、50人と人脈が増えていくんですけど、そんなみんなに5分の親切したら時間足りるのっていう話です。で、そうした時にどうするかっていうと、一人で頑張らずに組織化していくわけです。自分が得意じゃないところを誰かに任せる。で、ギバーのめっちゃ難しいところは、その他人に任せるというのが非常に苦手なんですね。じゃあ自分が親切するのは慣れてるせいで、他人から親切してもらうのはそんなに今慣れていないということになります。なので、まあ、一人で頑張らず組織化するっていうのを意識することで、ちゃんと他人とウィンウィンの関係、まあ、上げてもらっての関係になれるということで、まあ、それもそれで非常に強固なコネクションなので、そういった部分も含めて誰かに頼って、そしてまあ組織化していくっていうのが重要になります。結局、成功者って何をやってるかっていうと、自分で会社を立ち上げて、その時一人なんですよ。その時一人なんですけど、途中で仲間を探すわけです。自分より優秀で、自分の知らない知識を持っている仲間を集めることによって、大きな会社を築いていくと。いうことで、一人で頑張らずに組織化するっていうのは、必ず成功する上で必要な要素になってきます。ということで、まあ、3つ紹介しました。5分の親切、たまに親切、組織化する。ということで、
まあ、これだったらなんか行動も分かってきますよね。要は、まあ、3つ目に関しては、まあ、ある程度登った後の先の話ではあるんですけど、まあ、こういった感じで、まあ、ステップアップしていけば、なんかできそうだなと。ああ、ギバーって割と簡単だなということは分かってくると思います。特に5分の親切に関しては別に何か物をあげるわけじゃなくていいんですよ。皆さんが調べた知識とか、知ってるものとかを、こう、例えば誰かに発信するとか、誰かに教えてあげるとか、誰かが困っていたらそれを助けてあげるとか、それだけでいいわけですね。なので、まあそんなに難しくないなっていうことは分かってくるかなと思います。で、最後になります。結構長い間話しましたけど、まあ最後です。最後は落とし穴だけ考えておく。落とし穴だけ知っておきましょう。まあギバーならじゃあ何でもいいの、トップギバーなら何でもいいのっていうところあるんですけど、トップギバーの中でもやっぱりこうやって、こういうことをされると、ギバーって潰れちゃうよねっていうのがあります。っていうのがこの3つになります。まあ一番最後の自己犠牲はさっきもちょっと話しちゃったんですけど、まあまず一つ目、認めてもらえず燃え尽きるです。ギバーの一番の喜び、要は人に与えるときの喜びっていうのは相手が喜んでもらえるとかですね。だからそういった考え、まあ要はそのさっきの Google の話もそうですけど、要はエンドユーザーがどんだけ喜んでくれるかっていうのがやっぱり頑張りになるわけですよ。我々って、まあ人間って、まあ昔からこう、たくさんの集団で生きてきた生き物なので、こう人と人との関わりってすごい幸福度を高めるんですね。なので、まあ、人に何か親切をして認めてもらえると、すごくやる気が出るわけです。それが何よりのお金よりも何よりもモチベーションになるわけです。なので、まあ、認めてもらえる環境下に移りましょうとか、まあ、もし会社が認めてくれないなら場所を変える、もし家族が認めてくれないのであれば別のやり方をするとか、まあ、そういった形で認めてもらえる方法っていうのを自分の中でこう少しずつ修正かけていくっていうのがポイントになります。で、二つ目は相手の気持ちを考えすぎるということです。さっきの交渉の話と一緒ですね。交渉、まあ、何かをビジネスをするときに、ビジネスって何かっていうと、何か物を作って、それ、まあ、物じゃなくてもいいですね。何かを作って、それを誰かにあげると。その対価として収益をもらうわけです。まあ、お金として返してもらうというわけです。で、それを考えたときに、儲けるビジネスって何かっていうと、物のクオリティが高いのに対して、金額はそれより高くないといけないわけです。だから原価と同じだけの金額しかもらわなかったらダメ、ビジネスとしてそもそも成り立たないわけですね。なんですけど、ギバーの考え方からすると、やっぱりどうしてもお金をたくさんもらうのってなんか詐欺臭いなとか、なんか悪いことしてる気がするなっていう考え方になっちゃうわけです。いわゆる権謀主義ってやつですね。なので、まあそれを防ぐためにも相手の気持ちを考えすぎない。そのさっき言ったように自分の仲間をちゃんと考えましょうということになります。たくさん儲ければ自分の家族がもっと豊かになれると。自分の仲間がもっと豊かになれるということを考えたら、もっと、まあ、利益を優先して頑張れるということになるかな、なることも考えましょう。ということで、相手の気持ちを考えすぎるっていうのも結構落とし穴。非常によくある落とし穴になります。で、最後、自己犠牲ですね。まあ、ここさっと流しますけど、まあ、自己犠牲、まあ、一番恐ろしい、落とし穴です。ボトムギバーとトップギバーという、さっきのピラミッドでいう一番の差がある。この差が、いわゆる自己犠牲になります。自分を犠牲にして物をあげる。自分を犠牲にして何かをやってあげる。非常に多いと思います。ギバーの方、まあ、若干自分ギバーかもなって思ってる方って非常に心当たりがあると思います。なので、まあ、その自己犠牲をとにかく避けるっていうのが、まあ、ボトムギバーを抜け出すための一番重要な方法になります。で、自己犠牲を避けるためには何をするかというと、さっき言ったように5分の親切とか、まあ、お金をあげるんじゃなくて何かやり方を教えるとか、そういった減らない情報っていうのをぜひ、まあ誰かにあげてみることを意識してもらえるといいかなと思います。はい。ということで、今回、ギブアンドテイクという本を参考にお話ししました。で、まあ科学的に正しい成功法、いわゆる、まあ今、成功法って、まあいろいろある、まあインフルエンサーの人とか、こうやれば成功するぞ、みたいな話とかよくあるんですけど、結局科学の裏付けでちゃんとされているのは、まあ今のところ、まあマキャベリズム的なやつからひっくり返って、今のところギブアンドテイクが一番、それらしいですよっていうところになります。で、まあ科学なんで、まあいずれひっくり返る可能性はあるんですけど、まあかなり大規模にちゃんと研究もされていて、まあ信用できる結果が出ていますので、まあ今のところはちゃんと誰かと、短い、まあ、情報とかの義務などをして、コネクションをちゃんと作って、みんなで頑張っていきましょう。みんなで成功していきましょうねっていうのが今のところ一番ベスト。で、しかもまあちょっと夢がありますよね。ということで、まあ今回、ギブアンドテイクについてお話ししました。はい。で、まあ一番のキーは、このギバーというものは、人間は3種類に分けられて、ギバーという人が実はトップに君臨してましたよ、と。
で、本当にトップギバーと、じゃあそもそもじゃあボトムギバーっていうこの成功しなかったギバーとトップのギバーの違いって何なのっていうと、この3つの思考ですね。要は、まあ、誰かにあげるけど、それでも、まあ、要は、まあ、誰かとちょびちょび、誰かにギブをして、で、コネクションをつないでいくっていうのが重要になってくるというわけです。で、まあ、みんなで成功していきましょうねっていうのが、まあ、ギバーの考え方ですね。それで仲間を増やしていくと。で、まあ、特にポイントは5分の親切です。まあ、長時間とか、まあ、何かお金をかけた親切っていうのは、ボトムギバー、いわゆる、その自分の資産を誰かにあげてしまうことになりかねませんよと。あと、まあ、テイカーがもし現れた時に、まあ、一番損失が大きいのはそういった状況ですよね。テイカーと、ギバーが存在した時に、一番最悪の状況は、自己犠牲で物やお金、そして時間を与えてしまうことです。それを避ける、その最悪の事態を避けるためにも、親切の限度を決めていくっていうのは、まあ、ギバーを、もし皆さんがギバー、トップギバーになっていくために、意識しておくポイントになります。で、まあ、あと自己犠牲。まあ、本当に自己犠牲だけを避けましょうというのが、まあ、まあ、ギバーにもしなる上で一番重要視したいポイントになります。で、まあ、もしやるとすれば、まあ、情報とか、まあ、今の一番いいものは、要は情報なんですよね。情報って、まあ、非常に重要です。今後の時代、まあ、データサイエンティストがすごい増えていくって、まあ、AI とかでデータがめっちゃ増えていくっていう中で、まあ、情報は、まあ、21世紀の、石油だっていうふうに言われるぐらいにもデータって非常に重要になってきているわけです。要は情報って非常に重要であるということが分かっているわけです。で、そんな情報って情報の特性として減らないんですよね。情報って減らないので、誰かに教えてあげたからといって、その人がめちゃくちゃ損するわけではないと。ということで、皆さんがもし誰かに何かを教えるという機会があったら、それをどん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 繰り返していただければ、トップギバーへの道っていうのが見えてくるんじゃないかなと思います。ということで、まあ、今回、これで、科学的に正しい成功法についてお話ししました。他にも YouTube の方で、まあ、例えばリモートワークに関する話だとか、まあ、特に ITCG 関係、まあ、パソコン関係の、まあ、IT 関係の基礎知識、ネットワークだとか、そういった部分、コンピューターアーキテクチャとか、そういった部分の話だとか、プログラミング、C シャープ、C++ などの、C++ などの動画を出してますので、そちらも見ていただければ幸いです。ということで、今回これで終わりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。